食料自給率というテーマについてちょっとじゃあお話ししましょうか。うん、今日本がだいたい、まあだいたいで 40% ね、国内自給率、で北海道だけはあの 200% ってよく言いますね。うん、だからその 40% っていう言葉の中にはどれだけ北海道が担当している部分があるかっていうことなんです、まず皆さんね。うん、で、食料自給率が 40% っていうことは逆に言うと国内自給率は 40% なんだけど輸出に頼っている部分が 60% ある。半分以上のものは輸入品なんですよ。うん、農業のものっていうのは、うん、スーパーに並んでる野菜だったり、パン、うどん、などになる、小麦というものも、小麦なんかはねおよそあの 96% は、オーストラリアとアメリカからの輸入らしいですね。うん、まあ、そこでですよ、そこでなんですけども、例えばですよ、じゃあオーストラリアから、多くの小麦とかいろんな野菜が入ってきます。船に乗ってくるわけですよね。長いもので1ヶ月ぐらいかかりますわね。傷まないのかっていう問題がありますわね。うん、うん、傷まないんですね。それ傷まない処理をしてあるからなんですね。うん、で、例えば北海道の小麦、流通が少ないです。であと傷まない処理というものをしませんで流通されます。うん、ですから実際的に道内で作った小麦の方が海外からやってくる小麦よりも高いというおかしなことが起きるんですね。うん、じゃあ我々北海道民どっち選ぶかって言ったら安い方やっぱり選んじゃうんですよ。うん、小麦っていうのはそのまま食べるわけでもないでしょ、加工品でしょ。うん、だからまあいいやつってそのまま食べる生鮮食品、野菜とか果物、特には、結構気を使いますな皆さん。もう今や中国産だからどうのこうのとか、やっぱりあ九州産のかぼちゃがあるからこれを買おうとか、道産だったらやっぱりこれが一番いいわ、近くからだからっつってね、これが一番新鮮だっつって買ったりしますけども、加工品についてはまだまだちょっとどこ産っていうのは落ち着いてない状況ですよね。うん、で、まあ今ねその関税がなくなるとかいろんな話があったりするんですけども、何を言おうと思ったんだったかな。ちょっとパイパイつないで。無理。びっくりした今。何を言うとしたんだったかな、俺この後。何を言うとしたんだろうな。あ、そうそう、分かった分かった。おっぱいじゃないよね。いや、おっぱいといえばさ。ごめん、もう俺の悪ふざけ、ごめん。続けて。おっぱいじゃなくね、うん、自国で作られたものが高いという話、海外からやってくる方が安いという話ですけども、これは、ちょっとフランスの話。フランスの人から聞いた話なんですけど、うん、フランスって同じく農業大国なんですよ。うん、で、パンが同じように外国産のパンって安いんだって。で、国内で作られたパンが高いんだって。でもフランス人はみんなまずその国内のパンを買うんだって、高くても。さあ我々の日本どうですか。ねえ、僕らそういうふうに考えたことないじゃないですか。でも確かに一生懸命ね、その海外の、安い小麦よりもちゃんと質が良くって、ちゃんと違いが分かってもらえるように小麦、いい小麦を作ろうと言って、まあ、北進とか春豊かとかいろんな小麦の品種ありますけども、春よ来いとかね、新しい品種を、改良しながらですね、純度の質のいい、小麦を作ってる農家さんがいるんです。うん、で、あと野菜もそうですけども、農家さんにやっぱり我々は支えられてるわけですね。うん、で、我々が今度周りの、道内の、そしてこの国内の農家さんを我々が支えないと、支え合わないと、この国内食料自給率というものは上がっていかない。食料自給率を上げるためには我々がもっともっと農家さんを応援するべきだと思います。